こんにちは、ほのぼの一筆が中尾月香と申します、えー、今年もまだ3日ございます3日あればいろんなことできそうですね、えー、お忙しいと思いますがまあ、絵をご覧になっている暇はないわっていう方もいらっしゃるかと思いますが元気を出して、えー、今年も残り3日を楽しんでまいりましょうまだまだ私書いてもいきますけれどもとりあえず今日は 元気が出るように大黒様、ちっちゃい大黒さん、大きい大黒さん、書かしていただきました。こちらでご説明いたしますね。はい、はがきご用意いたしました、えー。使う絵の具は、まず筆ペンを黒の筆ペン、そして赤、黄色、緑、白、茶色といったようなあたりで、えー、今日も少ない絵の具ですが十分楽しめます。 お帽子お帽子じゃない頭巾って言うんでしょうね三角描きます三角ね描いたら、はい、左右の端っこをちょんちょんとこう上げていただいて次髪の毛いきます、はい、髪の毛いったら下膨れのふくよかな お顔を意識していただいてでお耳も、はい、しっかりと含く耳意識していただいて、はい、末広がりに眉を垂らしていただきお目目も末広がりに優しく微笑んでかわ、はい可愛いお花に、はい、笑ったほうれい線ですねそして優しい笑顔で。 ではいおひげをはいこのようにちょっと描きましたそしたら、はい、立派なはいお腹ですねはいそして着物のたもとでおててでここには内での小槌持たしましょう。 そんなに大きく書かなくていいと思いますけれどもはいそしてこちらは、はい、幸せの何かが入っているんでしょうねこっちが今書いてるところが手でこれは幸せの詰まった袋でそれをこう大胆にこれ着物のイメージでこれが袋になるっていうねそして足 もうしっかりと短くていいですから画面に所狭しと書いていただきましょう。はいそして大黒様といえば以前に私古事記のお話をしたと思いますがネズミは相性がいいもので縁起物です、はい。もちろん来年の干支であるっていうことも含めてのことですけれども。 小敷の中ではい、お互いに助け合うっていうことですね。はい、まあなんとなく雰囲気が出来上がりました。そうしましたら、まずちでの小槌からお色を、えー、塗ってまいります。はい、茶色の薄いもので十分ですけれども、あんまりこの彩色に関しましては、 えー、複雑な色は使わないで、えー。あっさりと色をのせていきます。はいまあ、こういう感じですね。で、赤を。ちょっとこう入れておきます。ね、はい、そしたら続いてお衣装の方はグリーンと茶色と黄色。はい、グリーンと茶色と。 黄色あたりで、ここもあんまりこうしっかりと塗らなくてもいいので筆の腹を使ってはいなんとなくなんとなくででおズボンもなんとなく。 こんな感じでお入れになってください。あ入れる入れないは自由ですがお首のところにちょっとこう紫系シュッとこう入れときます。はいそして赤ですね赤でこの立派なお腹ですね腹部のところ。 で、しっかりと止めてもらって足もこうちょんちょんとこう入りましょう、はい、そしたらピンクでお顔はい温かい微笑みをこのピンクで表しますついでにねずみちゃんもね はい、お手手のところとか、はい、そうしましたら赤の筆ペンもしお持ちでしたらなければ赤の絵の具で十分なんですけれども、えー、いろいろと菓子は菓子ってあけましておめでとうとかそういうのありますがまあ例えばもうこれで十分あけましておめでとうのイメージは 出るかと思いますのではいまあこんな感じで、えー、大胆ですけれども仕上がるかと思いますはいこちらはちょっと気持ちを入れるね袋ですしこちらは、えー、年賀はがきにいいと思いますしはいちっちゃい大黒さん大きい大黒さん仕上がりましたはいまだまだ3日もありますので えー、絵を今後も描いてまいりますが加いも素敵でしょ、はい。この下の台紙にしてたのも素敵なのでぜひぜひ、えー、最後ですからここご覧くださいね。あ最後っていうのはこの大黒さんを描いた意味の最後ですよ。はい、そして中がこんなふうにこうね畳があって。 これまた、生徒にプレゼントする予定なんですけれどもメッセージとしたり飾ったりいろんな便利なものが売ってますね。はいまあ、お忙しい中もうほんとご覧いただいてありがとうございます。えー、まだ3日ありますのでご一緒に楽しめる時間が十分あります、はい。では本日もご視聴ありがとうございました。